ピエトログラデニーゴの文章、ピエトログラデニーゴは、ベネツィア共和国の第49代同時。共和国に、貴族制度を導入して、加藤勢の基礎を打ち立てたことで知られる。13世紀のベネツィアでは、民主制が形外化して、ダンドロケやティエポロケ、モロシーニケといった名門から、元首や議員が選ばれることが多くなり、金銭が絡む不正や修具政治的な動きによって、 政治が左右されることが多くなった。グラデニーゴは、原首就任後、腐敗した制度の改革に当たることになった。1297年、グラデニーゴは、政治改革案を提案した。この提案は、受け入れられ、共和国であるベネツィアに、中三階級以上で構成される、事実上の貴族身分が生まれることになった。だが、これによってグラデニーゴは、 議員の大幅な増員によって発言力を抑えられた上流階層と事実上政治から排除されることになった仮想民衆の双方から激しい恨みを買うことになる。グラデニーゴはジェノバやフェラーラとの戦いに勝利して勢力拡大に努めた。だがローマ教皇がこのベネツヤの台頭に危機感を強めると反対派はこれを機にグラデニーゴの失脚を格索するようになる。 1310年6月15日、3代前の元首、ロレンツォ・ティエポロの孫、バイアモンテ・ティエポロを中心とするクーデターが勃発する。だが、事前に、これを察知したグラデニー号の対応によってその日のうちに、クーデターは、失敗に終わった。グラデニー号はこれを機に、10人委員会と称される一種の、秘密警察を設置する。これによって政府が、 貴族や民衆を厳しく監視する体制を整え、後に代表議会をも上回る権力を得るようになるのである。だが、その翌年、グラデニーゴは休止する。一説には反対派による独殺であったとも言われている。グラデニーゴの改革は、強敵には、反動とも取れる面もある。だが、これによって、ベネツィアがルネサンス期にイタリアで繰り広げられた激しい都市国家間の、 構造において生き抜いていくための政治的基盤を確保したのもまた事実である。ありがとうございます。